あつ別ふれあいホットステーション。この番組はあつ別区役所の提供でお送りいたします。ここからはあつ別ふれあいホットステーションのコーナーです。毎週水曜日午前10時45分から放送するあつ別区役所の広報ラジオ番組です。この番組ではあつ別区からの情報お知らせはもちろん、これからのあつ別区のまちづくりをラジオの前の皆さんとご一緒に考える番組です。それでは本日も素敵なゲストに来ていただいております。自己紹介お願いいたします。もみじ台中学校から来ました2年4組の和田龍です。和田龍くん、どうようこそいらっしゃいました。そしてもう一方、同じくもみじ台中学校から来ました2年2組上妻相馬です。上妻相馬くん、ようこそいらっしゃいました。今日のスタジオはですね、若い中学生が来てくださってるんです。嬉しいです。どうもありがとうございます。さて今日はですね、どんなご紹介をしていただけるんですか。今日は私たちもみじ台中学校の中学生が厚別区役所で、職場体験を学習を行っており、はい、そこで学んだことや普段の学校生活の紹介に来ました。そうですか、職場体験ですか、はい、すごい体験をしているわけですね。じゃあね、まず厚別区役所で職場体験を行ったということなんですけれども、まず職場体験学習ってどういうものなのか、そしてどんな目的があるのか、ちょっと教えてくれますか。職場体験の目的は多分社会人としての基本的な礼儀とかを学ぶものだと思ってますね、はい、なるほど、はい、まだ中学生だから社会人になるのはずっと先だよね、はい、すごいね。はい、上妻くんも一緒に厚別区役所に職場体験してきたんですね。そうです、はい、2人とも行ってみて体験してどうでしたか。ドキドキした、面白かった、はい、じゃあまず厚別区役所を職場体験として選んだわけですね、はい、どうしてその厚別区役所を選んだんですか。あまり区役所の仕事内容などあまり知らなくて、それが知りたいなと思って選びました、うん、そうですか、はいはい、上妻くんは。僕はやっぱり厚別区の中で区役所って、まあ、大切な施設だと思うんで、うん、まあ、そこに今体験に行っていろいろなことが知れると思ったので選びました。そうですか、行ってみてどうでしたか。体験してみて実際にどんな場所でどんな体験をしたんですか。じゃあ和田くんから、まあ、区役所で、授業みたいな感じで、うん、市役所の職員数は何人いるのかみたいなことなど、はい、事務職員とか技術職員とかいろいろな職員があるよっていうクイズ形式で教えてもらったりしてました、はい、あ、そうですか、はい、私もそこは知らないんですけれども、何人ぐらいの方がお仕事しているか教えていただけますか。22,868人ぐらいいらっしゃる。2万人も、はい、わすごいですね、はい、その数聞いてどうでしたか。そんなにいるんだと思いました。やっぱ驚きますよね、はい、わ、はい、そしていろんなお仕事をしてらっしゃる様子っていうのも分かりましたか。はい、分かりました、はいはい。上妻くんはどうでしたか。ここにはこっちが質問をして、はい、苦労していることとか、うん、まあ、いろいろ他に詳しい、まあ、知りたいことを、まあ、質問して、うん、まあ、聞けることができました、はい、じゃあどんなことを質問してどんなことを教えてもらったんですか。その働いている人が一番苦労していることとか、うん、はい、まあ、他には区役所の前の銅像の名前の由来とかを、まあ、教えてもらったりしました。あ、そうです、はい、今区役所の前の銅像の由来ってありましたけど、どういうことなんでしょうか。一番星って名前で、はい、大人も子供も、はい、大人も子供も精一杯過ごした一日を終えて、うん、ほっとして宇宙の彼方の一番星を、見て、はい、また明日もいい一日を迎えるようにということを、まあ、そういう意味を込めて、まあ、
そういう銅像です。そうなんです、はい、そういう銅像があるわけなんですね、はい、割とこう見過ごしてしまいがちですけども、はい、そういう深い意味があるわけですね、はいはい、あと和田君はどんなことを学びましたか。まあまあ、やっぱり区役所の、うんやること戸籍など、はい、まあ、いろいろな戸籍があるということが、例えば出産とか、うん結婚の届けとか、はい、などがあるっていうことが分かりましたね。あ、いろいろとお仕事多岐にわたっているわけね、はい、なんか発見とかはありましたか。わあびっくりしたとかそういうようなこと。発見ですか。発見とか驚いたこととか。やっぱり区役所の働いてる人数が多くて、うん、やっぱりそこがびっくりしました。そうですよ、こんなに多くの人が区民の皆さんのためにお仕事してくださるってちょっと驚きですよね、はいはい、あと何か感想というのはありませんか。感想ですか、うん、感じたこと、あの大人の人が働いてるところに行ってあの職場をね見せてもらうっていうことで、あのなんかこう感じたこととかすごいなと思ったことはありませんか。やっぱり市役所、あ、区役所で働いてる人ってあの市民のことなどをやっぱりやってくれたりしてくれてる時点で、うん、あのすごいなと思いました、ね、やっぱりすごいよね。そう、市民の方のためにいろいろと多岐にわたってしてくださってるのよね、はいはい、上妻くんはどうですか。どんな感想をしましたか。まあ、自分も厚別区に住んでるので、まあ、そういう支えてくれている人が、まあ、区役所にたくさんいるって知って、まあ、自分も、まあ、そういう仕事に将来あのつけたらなと思いました。ああそうなのね。じゃあ将来の仕事のことも考えることになるわよね、はい、うん、なんかこうまだね社会人にはこうずっと先でまだ時間があるけれども、マナーについても学ぶとかそういうことも今ねお話ありましたけども学べましたか。はい、すごく学べました。すごく学べた、はい、じゃあどんな社会人になりたいなんてそういうことは考えたり感じたりしましたか。まあ、人の役に立つ仕事などをしたいですね、うん、ああやっぱり将来のことをね何らかで考えることって大事だし、人の役に立つ人のためになるって大事なことですよね、はいはい、上妻くんはどうですか。まあ、自分も同じで、まあ、人を支えたり、うん、あの人の役に立つような仕事で、うん、あの、まあ、いろんな人を支えていけたらなと思いました。そうですか。中学生なのに偉いね。もう本当にでもこうやってねあの世の中で働いてる人の姿を見るってなかなかない体験なのでいい機会でしたよね、はい、ね、まあ、今ねあの職業体験職場体験学習のことでねあのお話伺いましたけれども、普段の学校での様子もちょっと伺いたいなと思うんですけれども、今一番頑張ってることとか興味のあることってどんなことですか。じゃあ和田くんからお願いします。今一番頑張ってることは、自分は今バスケ部なんですけど、おうバスケで試合に勝つために頑張っていますね。うわすごい、バスケって運動量激しいよね、はい、どんなトレーニングしてるの。朝練とか夜夕方とかやってんの。どんなトレーニングは好きですか。やっぱ外周で走ることが好きですね、うん、あ走ること好き、はい、すごいね。うん、好きな選手とかいますか。憧れの選手とか。憧れの選手ですか。今は特にいません。そうですか。あでもあの日本のチームね、あのパリオリンピックに出れることになったから楽しみですよね、はいはい、応援しましょうね、はいはい、頑張ってね、はい、上妻くんはどうですか。今一番頑張ってること、興味あることってどんなことでしょうか。自分も同じバスケ部に入ってて。おバスケ、お二人ともバスケ部なのね、はい。まあ、放課後の練習とかで、うん、まあ、体鍛えたりとかすることが一番頑張ってます。そうですか、はい、きつくないですか練習。バスケってやっぱり、まあ、切り替えとかで走ったりすることが多いので、うん、まあ、疲れたらやっぱりチームにも迷惑かけるし、まあ、走ることが大事なので、まあ、そこが一番重要なことかなと思ってます。走るのは好き。まあ、普通ぐらいです。あ普通、はい、そうなの。バスケやってると人気者にならない。
いやーなります。そんなことない？あーなんかでもバスケって本当にねこうもう走り回って非常に運動神経も求められるよね、はい、うん、でバスケやるとこう体もね大きくなるし中学校の運動としては素晴らしいよね。頑張ってほしいなと思います。頑張ってください。それからね、じゃあ、今バスケ頑張ってるっていうお話も伺ったんですけども、学校のお勉強とかそういうのはどうですか？好きな授業や科目、それから好きな先生って、いますか？教えてほしいな。好きな科目は体育で、やっぱり体を動かすことが好きなので、はい、あ、そういうところが好きです。そうですか、はい、は体育が大好きなのね、はいはい、先生はどう？先生は厳しくない？学校の先生はどう？優しくていいんですけど、はい、好きな先生は英語の中沼先生っていう人がいて、真面目な先生なんですけど、うん、真面目な先生なんですけど面白い授業などとか、はい、分かりやすく英語を教えてくれるので、うん、とても好きですね。あ、中沼先生ラジオ聞いてたら喜ぶね、はい、あ、でもそういう先生が好きだとその授業もどんどんこう進んでいくから頑張れるね、はい、はい、頑張ってください。上妻くんはどうですか？好きな授業や科目、もし好きな先生がいたら教えてくれますか？好きな科目は社会で、うん、社会ってやっぱり地理とか、まあ、歴史で分かれてるんですけど、はい、まあ、自分は歴史がすごい好きで、まあ、歴史上の人物を調べたり、まあ、地図帳を見たりするのが好きです。あ、そう。歴史上の好きな人物誰かいますか？織田信長。あ、はい、織田信長ね、戦国の武将だよね。どんなところが好きなの？まあその人生の考え方とか、はい、まあ、生き方がすごいかっこいいなと思います。すごいな。やっぱり歴史を勉強するとね、そういうようなこともね学べるよね。歴史に関するドラマとかそういうのはあんまり見たりする？あんまり見ない。ドラマは、ドラマはあんま見ないです、うん、じゃあその歴史の教科書の中の授業の中でそういう歴史上の人物を勉強したりするわけね、はい、なんか、和田君には好きな先生のことを伺ったんだけれども、はい、上妻君はどうですか？なんか好き？自分はバスケ部の顧問の先生が、まあ、2人いるんですけど、はい、どっちもかっこいいから好きです。ああ、かっこいいから好きなんて言われたら先生も嬉しいわね。そうね、はい、ね、スポーツもそして学校の勉強もクラブ活動も頑張ってる、和田くんと上沼くんなんですが、ラジオにこう登場してみて、ラジオ出演してみて今どんな感じ？今はめちゃくちゃ緊張してるんですけど。そう、まあ、はい、いざやってみると楽しくなるものなんだなと思います。たんといろんなお話ししてくださって先生って私嬉しいです。先生の気分になっちゃいました。はい、上妻くんはどうですか？ラジオってやっぱり喋ることがメインだと思うんで、うん、まあ、喋る練習ができて、はい、まあ、いい経験だと思いました。そうですね、いい経験、はい、これも職場体験の一つになったかもしれませんよ。はい、はい、今日はですね、もみじ台中学2年の上妻相馬さんと和田龍さんにお越しいただきまして、厚別区役所での職場体験学習を行ってもらいました。上妻相馬さん、和田龍さん、2人ともかっこいい名前だね。ご両親に感謝だね。はい、体験、いろんな体験して、はい、一言最後の感想を教えてください。あ、そう、やっぱり楽しかったですね。そうですか、はい、上妻さんは、まあ、区役所に、まあ、今後また行くことがあったら、まあ、いろいろもっと知りたいなと思いました。そうです、素晴らしい体験でしたね。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。もみじ台中学校2年の上妻相馬さん、和田龍さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。厚別ふれあいホットステーション、この番組は厚別区役所の提供でお送りしました。